こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はお買い物はその160、トレーラーを受け取りに、という話です。トレーラーをオーダーしていましたので、トレーラーの受け取りについてお伝えをしたいと思います。このチャンネルはロサンゼルス在住、リタイア夫婦の日常をお伝えしています。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。映像の方は今、ダウンタウンロサンゼルスの方に今向かっているところなんです。で、今回、オンラインオーダーで、このトレーラーをですね、注文したんですね。そしてね、家まで運んできてくれるというデリバリーサービスしか選べなかったので、用意されるまで待っていたんですが、結局ですね、オンラインオーダーで買ったお店から電話がありまして、お店の方に今着いたから取りに来いって言うんですよね。家まで運んでくれるんじゃないのっていうふうに思ったんですが、これは仕方がない、じゃあ取りに行くかということで、家の近くのですね、ローズかと思いきや、これがですね、我々住んでいるところ32マイルの先のですね、バーバンクという町なんですが、そこのローズまで取りに行けという電話がね、かかってきました。なんだそんな話なのかということでね、とりあえずアポイントメントを取って、そしてね、受け取りに行くということになりました。で、実はですね、最初アポイントメント取ったんですが、どうもですね、担当者じゃない人が、受けたみたいで、どうもね、担当者にね、その連絡が行ってないみたいなんですよね。ですからね、この国はね、アポイントを取ってもその日に行く日ですよね、必ず電話して今から行くけどいるよねっていうね、確認をしないとダメな国なんですよ。本当に困った国なんですけどね。要するにいろいろ従業員いますんでね、はいはい、わかりました、じゃあ連絡しときますとか言って、ポストイットかなんかに何かにペッて貼ってくぐらいなもんだと思うんですよ。そうするとね、その人が出社してもそんな見ないかもしれないし、またその人がね、休日かもしれないし、ということで今回ね、ちょっとね、アポイントメント失敗しました。何曜日に来てねって言われて、朝ね、電話したらね、今日も休みだよって言われて、どういうことっていうことだったんですね。ですからね、結局アポイントメントのスケジュール変更は2回してね、やっと朝電話をして担当者を捕まえましたんで、これなら大丈夫だろうということで、32マイルの先のね、バーバングのローズというところに行きました。いやー、私ね、先ほどダウンタウン LA 通りましたけどね、ここは本当ね、渋滞がひどいところなので、本当行きたくないとこなんですけどね、でもね、仕方がないので、こう来てしまいましたから、ピックアップということですね。デリバリーであればよかったなと思ったんですけどね、やはり物的にもデリバリーは難しいんじゃないかと思うんですが、それでもね、オンラインオーダーではそうなっていたので、なんだかね、おかしな話になってしまいました。で、買ったのはですね、このキャリーオンというカーゴトレーラーです。で、今キャリーオンのね、ホームページ見ていただいてるんですが、以前ね、他のメーカーで、このトレーラー見に行ったんですがね、クオリティがあんまり良くなかったんですよね。でね、その時はね、72マイルも先に行って買い、物を見に行ったんですが、これはダメだということなんで、諦めていたんですが、その、帰ってきた時にですね、ホームページ見たら、いつも行っているホームセンターのローズというところでね、
この 6×12 という、まあ、トレーラーがね売っているんで、もう思わずね飛びついたというのが本当のところであります。まあね、実写を見てなんでどんなになるかなっていう非常に不安はあるんですが、さすがにねこのローズ、いつも私利用している、DIY の、あのホームセンターですしね、そんなに変なものは売らないんじゃないかなと。またね、ここは前のトレーラーの会社とは違ってですね、リターンができる、要するに気に入らなったら返品ができるよということと、まあ、当然クレジットカードで一括で買いますので、クレジットカードのフィーも取らないということなんでね、まあ、最悪は買わないといえばなんとか回避できるだろうということでね、こちらの方にね今取りに来ていました。でお店の方の人がね裏へ行って物を見てちょうだいっていうことで、まあ、ここでいろいろ見て気に入らなかったらいや買わないよってことも言えるっていうのがね、このアメリカでは素晴らしい、ショッピングのね仕組みがあるんですけれどもね、今ねこうやって、裏のバックヤードに来ましてね、そこで自分のオーダーして、今ここへ送られてきたカーゴトレーラーがねどんなものなのか初めて見るという、もちろん写真では見てますけどね、写真では分かんない、実写見ないと分かんないですね。ということで今ねやっと前まで来ました。そしてね中を一生懸命チェックして買うか買わないかを判断するんですが、後ろのドアぶつけられて削れてますし、前のモールドは剥がれているしということでね、いやこれがアメリカだなというふうに思うんですが、まあ、こっちも結構時間待ちましたのでね、お店の人もねディスカウントしてくれるっていうことなので、じゃあこれとこれ壊れてるんで 10% ディスカウントいいのって言ったら、いいよって言ってくれたんで 10% 引きで、多少問題はあったんですがね、このトレーラーをね買うことにしました。いや大体ねこんな感じなんですがね、そしてね初めてですよね、トレーラーをくっつけて運転するっていうのが生まれて初めてだったわけですけどね、なんとかね自宅まで、問題も起こさず事故も起こさず帰ってくることができました。ただねガレージにねこれ入れるのえらい大変でしたね。ちょっとこれからねトレーラーのバックは勉強しないといけないですね。何回も何回もね入れ替えしてやっとここへねつけましたけどね、少しね頑張ってこれから勉強しようと思います。さてねこれからねいろいろやらなくちゃいけないんですね。っていうのはこれねカーゴトレーラーということで荷物用のトレーラーですから、私は荷物を運ぶわけではなく、これをねキャンピングトレーラーに改造しますので、いろいろねこれからやらなくちゃいけないことがあります。でまあ一番先にねやんなくちゃいけないというのは、カーゴトレーラーをキャンピングトレーラーとするためにですね断熱をしなくちゃいけないんですよね。でまず最初ねこの断熱をしておかないと、内装に、手を出すことができないということなので、今度はですねいつも行っている自宅近くのローズのね今駐車場に到着しました。そしていつもご紹介しているこのね、プロ用のまあ要するにコンストラクターの方々が、まあ、積み下ろしをするその今駐車場へ来てですね、そして断熱材とそれから木材を買うという今ところでこちらの方に来ております。いやね本当にねいろいろねこれをね何をどうしていいかこれから考えながらやるわけですけれどもね、果たしてどんな感じになるか、まあ、多少のね一抹の不安はあるというところであります。さてねこのローズというホームセンターがありまして、木材と断熱材を買うんですけれどもね、まあ、どれがいいかいろいろ今見ておりますがね、
やはりね、いくらでも予算かけられるわけじゃないんでね、少しでも節約したいなと思って、50% オフの木とか見たんですがね、いや、ちょっとこれはひどいなということで、一応ね、そういうのには手を出さないで、買ってきたのは、この発泡スチロールのですね、断熱材ですね。これはね、4×8 というやつなんです。4×8 をね、2枚買って、天井がね、うまく貼れるようになりました。まずはね、これやってこないと、夏も冬もね、この中がね、暑かったり寒かったりするんでね、断熱は必須ですね。まあ、これからね、いろいろとトレーラーの方改造していきますので、ご紹介したいと思います。本日はお買い物はその160、トレーラーを受け取りにという話でありました。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。